今日は鳥料理祭2024冬未参加の料理として、チキンメンチカツを作っていきます。未参加なんだ。開催期間は2月9日から12日だからね。かなり遅れてる。しかし情報をくれた視聴者さん約1名にお届けしたいこの動画1本。あなたのお知らせはここに届いたと。届いたのか、間に合ってないし、意識がガバガバすぎないか。そこは他の優秀な投稿者さんがいっぱいいるから大丈夫。そういう問題ではない気がするが。で、以前に紹介したチキンメンチカツ、おっさんの実家ではチキンコロッケと呼称されてるこの物体、材料は鶏ミンチ1パックに対して、コーンはその半分ぐらい、ケチャップ、マヨネーズを大さじ1に、塩コショウ少々。分量もガバガバだ。気をつけることは種を丸めることができる硬さを維持すること。水分の量には気をつけてください。卵はつけずにパン粉を直接つけ、揚げの作業、温度は多分160度。多分ここ数年油の温度は測ってないし、大方のレシピには160度って書いてあるから、温度も測らず大丈夫なのか。手を近づけた時にムワッとなると高すぎ、逆に熱さを感じない場合は低すぎです。こんなに参考にならない料理の助言があるだろうか。そして完成、時間は10分以下で、油の泡が大きくなって落ち着いてくるか、薄い柴犬の色になったら完成です。あれだけ雑だったのになんか完成してるっぽい。おっさんが母親から受け継いだ一子相伝のチキンメンチカツの完成。一子相伝ってのは母親にレシピを聞いたのがおっさんだけだったって話です。メンチカツはやや黄色の分類になるので、赤と緑の彩りを添えて盛り付ければ料理っぽくなります。うん、見かけは悪くない。味も大丈夫、家族全員完食で美味しかったとのことでした。そうなんだ。それじゃ遠慮なく、せーの、ビクトリー。